今回はオーラスの点差計算に強くなるためにということでえ基本を初めての方向けに説明していきたいと思います。ちょっと自分が説明したいことを説明するためには基本,基本を説明しないとまずいんで、まあ、オーラス何点差だから何を上がらないといけないという、まあ、瞬時にその場で判断しないとトップにもなれないし周りに迷惑かける上がりしちゃうかもしれないので説明していきます。まず 当たり前ですが自分が上がらないと話にならないので、まあ、自分で積もるかターチャからローン出上がりをするかトップから直,ど直取り直撃をするかの3つにな,りなると思います。積もは自分が上がった点数プラス相手の支払い相手は支払い分へこみます。ローンはただだ自分の上ががり点が増えるだけ 直撃は、自分が上がった点数分、相手もへこみます。なので、理想は直撃。ツモ。論の順番です。えー、今。単品三色、八千点を貼っています。わかりやすいように、お互い子供という前提で。話していくと。ツモだと。自分の八千点と。 相手のマイナス二千点。一万点差変わります。ターチャからの論だと、自分が八千点増えるだけ。直撃だと、自分が八千点増えて、相手が八千点へこむので。一万六千点差が。変わります。オーラ数点差計算ということで、まあ、この三つがあって。 難点差だから、えー、マンツもハネマン64直とか、難点差だから、ハネツもバイマンハネマン直とかこう、なんとなく漠然とすぐイメージが浮かぶように、まあでまあ、少しでもそういう参考になればなと思って、動画を撮ってみました。今回は ま自分が説明したいことを説明するために基本をまとめてみました。どうもありがとうございました。